はい、こんにちは。税理士コア南の YouTube チャンネルへようこそ。私はですね、個人事業専門の税理士として、クラウドファンディングをして129万円を集めたり、このように YouTube をしたり、SNS を使ったりして、いろんな税金や経理や確定申告、まあ、ビジネスに必要なお金の情報について、なるべく皆さんにわかりやすいように情報を公開しています。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画ですけども、今回はこちら、GoTo キャンペーンについて紹介したいと思います。はい、では今日の内容、GoTo キャンペーンについて紹介していきたいと思います。はい、ではですね、まず GoTo キャンペーンというのはどういうものかと言いますと、こちらですね、コロナのね、影響により観光需要の低迷や地域への、ね、活性化が落ちているため、そこをサポート、まあ、支援しようという国の対策になります。ではね、私たちの、ね、旅行に行くとき、生活にどういうふうに関係があるかというのを順番に説明していきたいと思います。今日の本日の、目次ですね。実は4つのキャンペーンがあるんだよっていうお話と、GoTo キャンペーンの内容について、あと割引額の計算方法について、あとは旅行は行くの行かない、どうするみんなっていうね、あと最後に注意点と、個人的な感想の方を追加して、本日の動画の順番にしたいと思います。4つのキャンペーンと内容についてと割引額の計算方法、まあ、旅行どうするか、注意点と感想点について順番にお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあまずね、4つあるって言ったんですけど、そっちの方法なんですけど、1、2、3、4ってあるんですね。で、皆さんが今回多分ね、ニュースで聞いたわっていうのが、この GoTo トラベルになると思います。その他、GoTo イート、GoTo イベント、GoTo 商店街というようなものがあります。本日はね、一番これが先行して最初にスタートするので、GoTo トラベルについて紹介していきます。さあ、内容についてなんですけども、こちら。代金の半分、2分の1が補助されます。1人当たり日帰りだと1万円上限です。1泊すると上限が2万円になります。で、最後、3つ目、30% はクーポン還元って書いてあるんですけど、この2分の1の、補助のうち 70% は実際の旅行代金の割引になるんですけど、30% はクーポンで還元しますよってことです。さあではね、もう少しじゃあ具体的に内容を見ていこうということで、こちら GoTo トラベル事業の7月17日時点版ということでね、ちょっと少し前に出たものなんですけど、こちらの情報が一応今一番新しい情報なので、まあ、これプラスまたさらにね、追加でニュースになってきてますので、そちらは後々注意点のところで説明いたします。まず GoTo トラベル事業ですね。これ観光庁から出ている資料になります。さあでは内容を見ていきたいと思います。こちらですね、GoTo トラベルの概要です。まあ、国内旅行です。対象は宿泊日帰りの2分の1相当額を支援しますよ、割引しますよ。7割は旅行代金で、3割は旅行先の使える、地域共通クーポンとして付与しますよと。で、1人1泊当たり2万円が上限、日帰りの場合は1万円が上限です。で、連泊制限や利用回数の制限はないです。ですので、何回利用していただいても OK ですし、何泊していただいても大丈夫、該当するということになります。かなりね、そういう意味ではお得な、支援内容なんです。ですから、あと皆さん、せっかく夏休みだしとか、4連休だしっていうので、使おうかなと、考えていて、矢先にちょっとコロナがね、わっと広がっているしまった状況で、さあ、どうしようっていう状況です。で、もう少し具体的に見ていきますと、旅行代金の全体がありましたら、半分は支援額になります。そのうちの7割、まあ、35% は旅行代金の割引で、残りの3割、15% が地域共通クーポンになります。で、この地域共通クーポンは1000円単位で発行する商品券です。お釣りは出ませんのでご注意ください。っていう内容になっております。この旅行代金と共通クーポンがワンセットです。じゃあもう少しね、話を具体的に見てみましょうね。支援額の例なんですけど、具体的な利用イメージでいくとこんな感じです。一人でね、一泊2万円の旅行に行った場合には、半分の支援額、2分の1の1万円が、支援額になります。その支援額の内訳が、クーポンが3000円で、旅行代金が7000円割引になりますよっていうことです。じゃあ、例えば次、2番目ですね。1人で1泊5万円の旅行に行った場合にはどうなるのかなと言いますと、こちらの風になります。支援額の上限額が1人は1泊2万円になりま
ますので、こちら上限2万円です。まあ、旅行ね、代金の半分の総、ね、相当額といえば、まあ、2万5000円になるんですけど、2万5000円出るんではなくて、上限の2万円ストップになります。そして2万円のうちの、その内訳ですね、は、クーポンが6000円、旅行代金残りが1万4000円に、内訳になります。ちょっとね、具体的なイメージですね。はい。ここまでいいでしょう。では、割引対象となる旅行商品というのはどういうのがあるんですかというと、こちらになります。個人旅行でね、とか行こうって考えていた場合、まあ、家族旅行も含みます。こちら、旅行代理店や予約サイト経由で予約するか、まあ、個人でね、宿泊施設に直接お申し込みとするのも大丈夫です。でも、ただし気をつけないといけない点があります。はい。でこちらですね、上の旅行代理店予約サイト経由でお申し込みした場合は、この宿泊と交際費のセットプランというものを申し込んでいただくと、こちらの宿泊とこの交通手段ですね、まあ、タクシー乗ったりとか鉄道、飛行機、車の料金トータルの半分が支援額になるんですけども、こちらの、個人でね、自分で宿泊施設にした、予約した場合には、宿泊のみが対象となって、こちらの、交通費等が割引対象外になりますので、こちらだけ、お気をつけください。はい。ここ注意点です。はい。じゃあ次ですね。こちら、GoTo トラベルの開始時期についてですね。じゃあ一体いつから始まるのと言いますと、事業の開始が、7月の22日からスタートです。この海の日を含む7月の4連休、その前日の7月22日以降に開始する代金を割引を先行的に開始しますよってことです。で、もしですよ、7月22日以降の旅行、すでに予約している方っていらっしゃると思うんですよ。そういう方については、旅行後の申請によって割引分を還付される。還付することができますので、こちら、該当する方は、ぜひ還付を手続きを踏んでください。で、こちら気をつけないといけない点が1点ありまして、ここですね、本事業の登録参加事業者ですね、旅行代理店がこの事業の登録参加者でないと、還付金を受け取ることができませんので、お申し込みの旅行会社の方にお問い合わせを必ずして、もしできる場合には申請の方を進めてください。で、7月の27日以降は、準備がね、整った事業者から順番に販売、割引した後の価格で旅行の販売を実施していきます。こちらですね、7月22日、まあ、グラフにするとこうです、海の日の4連休含めて、旅行宿泊 OK ですよっていうことの内容になっております。ですので、こちらですね、7月22日以前のは直接、還元されるってことですね。直接バックされるんですけど、これ以降は7月27日以降が準備が整った事業者からの時には、事業者がもうすでに割引している料金を販売、旅行バッグを販売してますので、その事業者にその割引分が国から支援が入るというようなシステムになっています。そのような、予定です。でね、じゃあどうやって還付ね、申請すればいいんですかっていう、これで、ね、還付の申請手続きについて説明したいと思います。これですね、旅行した後に還付する場合ですね、こう事務局は申請が必要になります。書類を郵送、またはオンラインで提出します。こちらですね、宿泊の場合は申請書、これ事務局のホームページや、宿泊施設で入手できます。領収書、宿泊証明書、こちらは宿泊施設から入手できます。個人情報の同意書、ホームページ等で入手可能です。で、事務局に書類を確認した後に旅行者に還付されます。またね、ポストかウェブで申請してくださいって言っております。このような流れで還付の申請手続きを取ってください。さあ、当面のね、取り扱い方法なんですけど、まあ、一応、ここの時点では GoTo トラベル事業については7月22日から予定通り開始すると、まあ、現下の感染状況や、政府の提言等を踏まえ、まあ、例外を設けることもありますよということが書いてあります。で、こちらですけど、最近追加になったのが、この東京都が目的地となっている旅行については対象外にすると。あと、東京都に住んでいる方の旅行についても、当面、対象外とするというのが追加で出ました。ですので、こちらね、該当する方はお気をつけください。このなんか東京都を外すことでね、予定していた、まあ、観光業界の活性が2割減るというデータが出ているそうですので、かなり大きい、東京を、ね、除外したことにかなり大きいことになるんですが、まあ、仕方ないのかなというふうに、個人的に思っております。
さあ、それでは最後ですけど、こちらですね、注意点、まあ、ここ要確認です。東京の、居住者は、除外されることになりましたし、こちらですね、あと東京発着の旅行もダメになりました、除外です、はい。新しいニュースでこの、ね、東京が除外になって最初、キャンセル分を保証しないというふうにあの国の方を発表していたんですけど、1月20日のニュースで、まあ、ちょっと変わりまして、キャンセル分は保証するという追加がなされました。で、今後ね、やはりあのコロナの状況で、あの、ね、内容や GoTo キャンペーンについてが変わる可能性が本当に大ですので、必ずあのこの支援使う方はホームページなりニュースなり情報を手に入れて、まあ、旅行会社に問い合わせて、きちんとどうですかっていうのを聞いて、あのお申し込みをするようにお願いします。はい。でね、あの今回多分皆さんあの揉めている論点ってこう2つあるんですよね。こう側面があるんです。で、もちろんその1つの側面は、その今回この観光業とかを支援しないと、もうこの本来だったら稼ぎ時であったゴールデンウィーク、夏休みにあの、ね、収入がなくなってしまうと観光業はかなりの大打撃で、もしかしたら資金が持たないんじゃないか、旅行会社においてももしかしたら万が一潰れるとか、資金がね、もう持たないっていうようなところがあるんじゃないかということで、国としてはね、あの支援していきたいっていう思いと、まあ、あと今この全国的に少し、あ、東京が今一番ひどいんですけど、このコロナが出ている中で、そのウイルスをまき散らすようなその旅行に行ったり、あっち行ったりこっち行ったり人が移動するっていう面は良くないんじゃないかっていう側面と、まあ、やっぱりその支援しなければこの旅行会社、まあ、観光業が持たないというこの2つのところがあって、そのどうやって両立しようっていうので、多分いろんな意見が出ていて、なんか今旅行に行くなんてみたいなあの意見が出たりしているんだと思います。そのね、それどっちが正しいとかどっちがを取るっていう問題ではないんで、あのでもね、旅館業も守らないともちろんいけないです。今後の日本経済が危ないというのもありますし、やっぱりそのコロナにかかったことで命が危険性があるっていうことでしたら、ちょっと控えるっていうので、あの控えた方がいいのかもしれないと私も思いますし、まあでも行かれるってもう決めた方はね、あの十分に注意して、あの対策を万全にして、あの楽しんで行ってきていただけたらと思います。ただね、あのやっぱり今こんな時に旅行行くなんて今じゃなくても別に大丈夫だわっていう方は、あ、地元のあたりとか、まあ、住んでいる県付近で、あの 4連休夏休み楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っております。ね、難しいところですよね。まあでもほら、一方的に旅行に出た人に叩くっていうのは、あのちょっと大丈夫かなっていう風な、まあ、もう少しちょっと優しい目で、もしかしたらあの冠婚葬祭でどうしても帰らないといけないというケースもあるでしょうし、まあ、単身赴任を例えばよしていて、春もゴールデンウィークも家族に会えてない、夏休みようやく久しぶりに会うんだっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、親にね、長いこと顔を見せていなくて、あの帰りたいとか、まあ、親戚や何か病気で入院しているって言って、お見舞いにどうしても行きたいっていうね、その致し方ない理由ももちろんあると思うんです。ですので、あのこう絶対旅行に行ってはいけないっていうのはね、あのどうかなと、まあ、臨機応変というか、まあ、人それぞれ事情があるんだなっていう目線で、ちょっとね、広い優しい目であの見ていただけれたらいいんじゃないかなと思います。もちろんあの感染対策は十分にとっていただき、うつらないようにするようにすることは絶対大事だと思っております。さあ、それでは今日はね、 GoTo トラベル、なんかね、いろいろ揉めてますしね、いろんな意見が出ておりますけど、 GoTo トラベルについてお送りしました。本日の動画の内容は以上になります。いつも動画を見てくださっている方、またコメント感想いただける方、すべて目を通しておりますので、いつも見ていただいて本当にありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。また高評価ボタン、グッドボタン押していただけると励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、税理士川南のオンラインサロンというのを私運営してまして、そちら、完全公開、完全会員制の非公開グループで、その税理士をオンライン上で雇おうというものをやってまして、そちらの方入っていただけると、経理の質問、税金の質問はもちろん、こういう場合はどうすればいいですかとか、こういう書類を出すんですけど、どうすればいいですかとか、こう、起業前の相談も、あの質問投げてくださっているサロンのメンバーの方いますので、あの、ぜひぜひ覗いてほしいと思います。また今日の、動画の内容に必要な URL とオンラインサロンの URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひご確認お願いします。じゃあ、本日の動画は以上になります。またの動画でお願いします。またねー税理士川南でした。またねー。